はい。それでは早速質問に対してお答えということですが、レックは司法試験入門講座スタートし、今年は節目の45年となります。意気込みを聞かせてください。私も23歳の時から講義始めて、もうそういう意味では28年ね、なるんですけども、当時は合格した時のね、感覚っていうふうなものをそのまま生かす講義っていうふうなことを、セールスポイントにしてたんですけど、最近大体私と同じぐらいの年のね、人が出題してるっていうようなことで、出題者のね、意図が分かるようになってきたっていうふうなね、そういうところをプラスアルファでしっかり講義していきたいかなというふうに思っています。保守本流って言いますかね、本物の講義をね、ちゃんとやっていきますよっていうのが、せっかくでね、45年目の節目っていうふうなところの意気込みですね。